Take it out.
やれやれ、戦いにかかったぜ。申し訳ありません、志願兵たちが決起に流行りまして。それで我々はどうすればいいのです？ゴムラの者たちは今のところ自ら異端審問会に何か言う気はないそうじゃ。それどころかこの町のあまりにも派手な動きやその黒煙が異端審問会に知られるのではと心配すらしている様子。町を大きくすることだけを考えるのではなく、周りや自然との調和も考えて今後は自重することじゃな。働けなくなった人たちのことも考えてあげてほしいんだ。そう言われれば確かに我々は少し焦りすぎていたのかもしれません。町のみんなともう一度考え直してみます。やはり我々と共にソドムの奴らと戦う決心をしていただけたのですね。あ、いや、わしらはお主たちのやり方に賛同できんと判断したのじゃ。いやはや、救世主などと呼ばれていながら対局を見ることができないとは。わかりました。ソドムのことは我々で解決します。どうするつもりだ？異端審問会に奴らのことを密告し、その代わりにこの町のことには目をつぶってもらいます。そんなことはこの俺が許さん。私は私の町と同志たちを、そして私の理想を守るためならば何でもしますよ。たとえ救世主様たちと戦うことになってもね。やはり力ずくで止めなければならないのか。